Oh wait, 1, 2, 3, 4, 79.7, 5, 6, 7, 8. Kino on FM is here today. Yay! Morning 8. FM ギノワをお聞きの皆さん、おはようございます。3月27日月曜日、モーニング8をこれから生放送でお届けいたします。時刻は間もなく7時36分を回ろうとしています。ギノワ市急なギノワヒルズ通り沿いにあります FM ギノワのスタジオから、月曜日担当私がねこまよがお届けしております。今日も1時間半お付き合いください。よろしくお願いします。今日ちょっと着る服間違えてすごい寒いらしくて、今日完全なる薄着というか、もう風通しのめちゃくちゃいい服を今日着ちゃって、すごく後悔しているが猫なんですけれども、皆さん暖かい格好しておりますか、ちゃんとね。おとといですね、司会のお仕事またやってきまして、この間やったのはヒップホップダンスフェスティバル in 那覇といって、大野山のアリーナ島で行われたダンスイベントだったんですけれども、すっごい子供たちのパワフルなダンスを見て、私もまたね、ズンバすごい大好きなんですけど、ズンバとまたもう一度ですね、ステージで一人でも踊れるような迫力のある振り付けをもう一回作って、歌と一緒にですねダンスも披露できていけたらいいなって、ちょっと刺激も受けましたね。そしてですね、中学生の時に一緒にダンスをしていて、今本当にいろんなプロのダンサーのバックダンサーとか、プロのアーティストのバックダンサーをしていたり、それこそあるアイドルの振り付けも担当している子が同級生にいるんですよ。でこの子と中学校の時よくステージで踊ってたんですけど、その子が何インストラクターをしていて、そこのスクールに通っている生徒さんたちも優勝したりと、さすがだなと思って、久しぶりの再会も友達とね再会したりして、本当に楽しいイベントでしたね。そして昨日はですね、また別で朝からお仕事があって、そう昨日なんとね、会いたくなかった人に会っちゃって、それを逃げるっていうことをずっとしてて、なんとずっと付き合ってた元彼と再会したの。山内さんびっくりしたさ、今まで1年別れて1年ちょいぐらいずっと見かけなかったのに、まさかの同じお店にいて、わーってなって逃げて車に隠れてた、その後ろに停めてた車がその人の車でもうびっくりしてさ、もうずっとジャンパー上から羽織ってから隠れてたっていう土日を私は過ごしました皆さんはどんな土日ね、週末過ごされましたか。多分日曜日の情報一番いらなかったと思いますけれどもごめんなさいね、私事でございました。さあ今日のメールのテーマ早速いきたいと思います。この番組では皆様からのリクエスト曲、そしてメッセージを募集しております。今日のメールのテーマは好きな味噌汁の具材です。昨日ですね、初めて弥生県に行ったんですよ。私冒険できなくて、いつも同じお店、和風亭とか超好きで、わかります、落ち着きますよね。そうで他のお店の和食を食べるとかもあんまりなくって、でも昨日どこもかも混んでいて、もうとりあえずずっと気になってたから行ってみようと思って行ったんですよ。そしたらすっごい料理美味しくて、食券なんですね。最初に入ってまず買って、それを店員さんに渡して、そうすっごいたくさんの種類があって大満足でございました。でそこで味噌汁飲んで、麩が入ってたんだよ。麩がお麩、わかる、麩って言ったらぐるぐる巻きのあれって、インスタントの味噌汁にしかそういえば入ってないななんて思って、
日本人ならではのあのね味噌汁の具なんていうのもあるのかなって考えながら食べてて、あじゃあ明日のテーマはこれにしようっていうことで、今日のメールのテーマは好きな味噌汁の具材にしましたので、こちらまでメールよろしくお願いいたします。メールアドレスは797@fmギノワン.com 797@fmギノワン.com までよろしくお願いします。また FM ギノワンではユーストリームツイキャスで映像と音声をネット配信してます。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動してます。たくさんツイートよろしくお願いします。またサイマル放送も始まりました。スマホの場合は無料アプリリッスンラジオで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンのホームページに再生ボタンがあります。完全全編同時放送をお楽しみいただけますので、そちらからもよろしくお願いいたします。さあ今日のメールのテーマは好きな味噌汁の具材です。それでは本日のオープニングナンバーに参りたいと思います。今日のですねオープニングナンバーはエド・シーランでシングです。聞いてください。この人の Lost on the side I've been sad with you For most of the night Ignoring everybody here We wish they would disappear So maybe we could get down now I don't wanna know If you're getting ahead of the program I want you to be mine, lady To hold your body close Take another step into the no man's land Before the longest time, lady Love is a blaze, I saw flames from the side of the stage And the fire brigade comes in a couple of days Until then we got nothing to say and nothing to know But something to drink and maybe something to smoke Let it go until our roads are changed Singing we found またダメだったんですよ。で、ね、どうするのって話した時に、うん、なんでこれでなんていうの結婚をね、があるからそれ目標に頑張れると思ってたって話したら、ごめん実は2年間ずっと受ける気がなかったそもそもみたいな。はっ距離も置いて2人の時間も割いてサポートもして、あれですよ本当にそれこそお弁当とか送り迎えとかこの人がずっと勉強できるようにっていうか、うわダメを製造機なのこれは、お製造機ダメを、うん、私がダメ、あんなやりってあげたらダメになってしまってる、なんていうの仕事もしながらだったからあっちな、うん、大学それでも自分がなるって決めたら自分の意思でさせないとダメなんですよ。そうなのだけど、うん、そういうの気づかなくてきっと仕事が忙しいからできないんだと思って、もうその時に涙がバーって出ながらもらえてきて、あ多分もうダメだと思って、もうこの人しかいないと思ったけど、もうそこからきっぱり、その後からダメ鬼2回当たりましたもうダメですね。あのダメを好きっぽいもん、あー光る母性、なんかさ助けないといけないもうしょうがない、助けてちょうだい、もうダメはよ、うん、ダメを好きはもうだいたいダメを好きでずっと言って、そうでしょ、ね、でもユタには最終的にはいい人に当たるって言われましたよ、不幸になるよひどい、もうそうそうそう、だから別れたのもう5年付き合ってたのに、5年目でさ本性、そう本性を見せられた、そいつに昨日会って、なんと昨日運転してた車絶対さ今の女の車だわけ、もう後でねやばいさ、やばい、もうガールズトークしよう、いいよやばいよねやばい、もう山内さんマスターだからさダメ男ねえ、なんでダメ男のマスターって言うのか自分がダメ男みたいやし
あ、日々経験だね。そうだね、確かに。やばい、マジ。はい、ひふみさん、ありがとう。何、後で見ようね。きまーす、はい。さあ、時刻は7時45分を回りました。 79.7MHz FM ギノワよりお天気道路交通情報をお伝えいたします。まずは沖縄地方のお天気からです。今日3月27日月曜日、今日のお天気は晴れです。そしてですね、風が北の風やや強く、波が3メートルのち 2.5 メートルとなっています。さあ、今日の降水確率なんですけれども、今日のお天気晴れということでですね、夜の12時までなんと 0%。 いいですね、久しぶりに 0% という数字を見ました。嬉しいです。そして日中の最高気温、今日晴れなんですけど、ちょっと低めなのかな、21度ですね。あの、冷たい風がね、沖縄吹くので、あの、寒いんですけれども、ちょっと暖かい日になりそうです。さあ、続いては沖縄地方じゃなくて道路交通情報をお届けいたします。まずは沖縄自動車道からです。沖縄道下り金インターチェンジでは故障車が出ております。沖縄道下り金インターチェンジでは、故障車が出ています。そして沖縄道下り、同じく金インターチェンジ付近、こちら工事のため対面通行となっておりますね。沖縄道上りと下りです。金インターチェンジ付近では工事のため対面通行となっております。その影響だと思うんですけれども、沖縄道下り、金インターチェンジ付近では一部渋滞が見られています。沖縄道下り、金インターチェンジ付近では一部渋滞も見られています。そして沖縄道上り、夜間インターチェンジから石川インターチェンジにかけて工事のため、追い越し車線が規制されています。沖縄道上りです。夜間インターチェンジから石川インターチェンジにかけて工事のため追い越し車線が規制されております。その他はスムーズに流れているみたいですね。続いて一般道の情報です。国道58号線南行きです。宜野湾市大社の交差点から浦添市牧港にかけて長い渋滞が見られています。国道58号線南行きです。宜野湾市大社の交差点から、浦添市牧港まで長い渋滞が見られています。その他はですね、スムーズに流れていますね。混雑もあまりないので、引き続き皆さん安全運転をよろしくお願いいたします。以上、沖縄地方のお天気道路交通情報をお届けいたしました。メール読んでリクエスト曲かけようか。はい、これでいいのかな。はい、はい、ではですね、メールを紹介していきたいと思いますよ。ツイキャスも今たくさん来てるんですけれども、後で紹介しますので、たくさん今のうちにコメントしててください。さあ、この方です。みそもよろあさん、おはラジオネーム、名古屋のソリューションダンサーズでございます。ダンサーズさん、いつも噛みそうなんだよ。ソリューションダンス、噛んだし。早速噛んだし。テーマ、好きな味噌汁の具ですが、味噌汁の種類によって大きく変わります。白味噌であれば、わかめと豆腐がいいですね。赤味噌ならアサリが好きです。特に赤味噌でしたら鍋に、卵を落として少し煮詰めたら超マイウーですよ。美味しそうですね、卵ね。また味がマイルドになりますもんね。ダンスマヨラーさんは、沖縄風の味噌汁は好きですか？リクエスト曲もお願いします。歌詞の途中で、スープ麺にしか聞こえないです。スーパーマンですよね。ですよねって、ですよね。スーパーマン。あの、チャーリープースのワンコーラウェイですね。後で、はい、お届けいたします。沖縄風の味噌汁って何？何があります？エナメルチ。あ、そのこと？あれ、白味噌だから味噌汁になるのか。味噌汁大好き。沖縄風のイナムルチ。あの、お祝いとか、何かあの、親戚が集まる時とかに、やっぱ沖縄の人よく作ります。中身のおつゆか、そうですね、イナムルチか。私、どっちも好きなんですよ。もう、どっちでも、何倍でもお香りできるぐらい好き。美味しいですよね。いい好きだからね。言い過ぎただろ。うん、マジ。何倍でもいける。いける。絶対そう。マジでいける。一回、沖縄市の食堂で、中身
中身の何、中身のおつゆのそば、中身そばっていうの、うん、あれ超美味しかった。あれはでもさすがに一人で食べれなかったです。具があまりにも多すぎる。麺でしょそれにプラス。でもマジでいける。中身のおつゆとそうナムルチ、今度競いましょう山内さん。マジでよマジ。絶対嘘。なんで嘘じゃないって言えば。でさ、フェイスブックでもレタスとか入れる人いたわけ。レタスとかどうです？あ、レタスうまいよ。あ、美味しいです。うまいうまい。私の母は結構ね入れるんですけど、うん、私はなめこと豆腐とか、なめことわかめとかそういうの大好きで、なめこ好きです。でポーク入れる時もあって、あの大根とポークを細切りなんていうの、そうそう短冊切りみたいにして、そうそうそう入れたり、美味しいですよね。ありがとうございましたダンサーズさん。それでは、あ、わかりました。じゃあですね、一度リクエスト曲の前にツイキャスご紹介していきますね。まずこの方からです。野の中の銀のホタルさんからいただきました。おはよう。来ましてはありがとうございます。そしてですね、ひふみさん、おはごくんちょーと来ましたよ。ツイキャスからがっつり音楽流れとるぞーって。まゆ、日々経験やさ。俺もダメ男。俺も元ダメ男。元なんだ。あ、じゃあダメ男も、あの、良くなるのね。改善するってことだね。あ、なるほど。ありがとうございます。では、エコザイルさんからもおはようと来てます。ありがとうございます。ナルトラさん、おはようございます。朝のツイキャス初参戦、四国徳島からです。ということで、ありがとうございます。そして、ルドルフさん、ハイサイ、おはようです。春らしい服装のマヨちゃん、沖縄は暑いですか？山内さん、今日も元気に。味噌汁の具は、大根、アーサー、油脂豆腐もいいかもですよ。って。もう、そうなんです。そうなんです。本当に。おっしゃる通りです。すべて美味しい具材なんですよね。はい、ありがとうございます。ツイキャスもまだまだ募集しております。よろしくお願いします。それでは今お届けしている曲、皆さん聴いていただきたいと思います。チャーリー・プースで、ワンコーラーウェイです。ワンコーラーウェイ、I'll be there to save the day. Superman got enough to do me.うまいね。歌詞みたい。スーパーメン。歌詞みたい。歌うまい。まよ。歌詞になったらいいよ。じゃあ歌詞になろうかな。うん、うまいうまい。チコ。なんて。チコ。チコ。なんかチコあった。近いカメラが。違う、遠すぎだったんじゃない。うん、顔がよくわからんかったから。やっぱね、顔出していったわけですよ。そうだね。首動かしたら落ちた。 Ah, but I don't when you go. You know you might have known that more. Call away. I'll be there to save the day. Superman got enough. ありがとうございます。もう見てごらん。もうしょっちゅう褒めてくれる。誰が？つるくんさん。おはまよ。鶴くんさん、他に褒めないからな。マジかもな。マジ？他の人褒めないの？あんまり褒めない。いやー調子乗らんこと。なんで調子に乗っていった方がいいんだよ。そうなの？人間、人生。嘘。マジでマジで。本当に。そしたらダメに引っかからんよ。あ、そうなんですか。調子乗らないか。あ、なんか猫を飼ってるから。違う、自尊心が低いからです。なんで自尊心が低いって言うんですか。自分はダメだってネガティブになりすぎ。だからダメとか来るの。本当はもっといいあれなの。まゆ、いい人ですか。いいっすよ。よっしゃ、じゃあもう昨日会ったあいつを見返しますね。そうですよ。ねじ、未練じらんよ。未練ないからね。未練たらたらだよな。未練ないよ。未練たらたらじゃない。あ、ありがとう。リチャード・マークスの Like to hear we are waiting。 OK です。油揚げ、油揚げ美味しい。わかる、美味しいよね。美味しいですよね。油揚げとネギは最高だよね。はい、だいぶ。あのさ、あれの油脂豆腐カレーがあるわけ。え、何の、何だった。アジトやカレーや行ったことないです。めっちゃうまいよ油脂豆腐って思いました、カレー。うそ、うん、めっちゃうまい。やだ、
カレーはカレー、ゆし豆腐はゆし豆腐。あ、もうそれマジでマジで行こう。わかりました、連れてってください、うん、で、うん、美味しければ、うん、お金自分で払う。あ、わかった。美味しくなければ、うん、俺が払う。あ、お、okay、美味しいけど、うんって言った子あった。わかるよ。そう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 。はい、この時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えいたします。まずは沖縄タイムスの総合面からです。負傷の稀勢の里、優勝で感動の涙、新横綱本割決勝戦で勝つ。大相撲の西横綱の稀勢の里は26日、大阪市浪速区のエディオンアリーナ大阪で行われた春場所、千秋楽で13勝2敗の成績で逆転優勝し、2場所連続2度目の制覇を果たしました。新横綱の優勝は1995年初場所の貴乃花以来22年ぶりの8人目です。13日に左肩付近を負傷した稀勢の里は、怪我を押しての出場。1敗で、単独トップだった大関照ノ富士を本割と優勝決定戦で続けて下し、劇的な逆転を成し遂げました。続いて沖縄タイムスのスポーツ面からです。第64回、県春季大会高校野球、今日3回戦。高校野球の第64回県春季大会第6日目は26日、茶谷球場他で2回戦残り8試合が行われ、開放、石川、沖縄尚学、宜野湾、興南、那覇、嘉手納、宜野座がベスト16入りしました。宜野湾が持ち味の堅守で試合を作り、茶谷の猛追を振り切りました。続いて琉球新報の市町村面からです。レキオフランスブランド提携、宜野湾ショーで見せ方を追求。染め物など沖縄の伝統文化をファッションに融合させたブランドレキオの代表加賀津さんが、創業30年以上の高級ジュエリーブランドバレンタインオーバーシーズの提携をはじめ、デザインの新たな見せ方を追求しています。1月には初めて県内で共同のファッションショーを開催。今後、日本提携を構想する同ブランドの国内販売を請け負うほか、共同のショーも随時開催する予定です。続いて琉球新報の社会面からです。県内熱帯夜、最多の150日、沖縄気象台が24日に発表した沖縄の気象変動監視レポート2017によると、沖縄地方の16年の年平均気温が1960年の統計開始以来、98年に次いで2度目に高く、沖縄地方の真夏日は県内5カ所平均で140日、熱帯夜は 150.4 日で過去最高となりました。以上、沖縄タイムス琉球新報より記事をお伝えいたしました。ごめん、今日 Facebook 上げるの。あ、大丈夫です。だから今のタイミングだったか、お、やばい。やばいと思って。揺れるの我慢した。ちゃんとじゃあ撮るか、はい。あ、うん、撮るのがどうです。撮れたけど、あ、さっきのです。味噌汁、はい、チーズどうしよう何してるの。味噌汁持ってみたもういいや、かわいいかわいいかわいい。伝わらない。伝わってた。やったん。あ、キキマルさん、おはようございます。わかめと卵の味噌汁が違う、好きだけど沖縄の味噌汁と何さ違うもん。あ、そうですね、そう、さっき言ったけど、あの稲村ちと中身はでも味噌使ってないか。使ってないか。使ってないですね。あれまたベース違いますね。
このムチャスの井上道めっちゃかよ。あ、井上道専門でしょ、うん、書かれてますよね、外に、上りで。うまいわけよ。え、まだ行ったことないの。あっち、あれスナックじゃないんですか。違う違う、昼間は普通に。いつもカラオケおじさんの声が聞こえるからさ。そうそうそう。じゃあ昼間行ってみようっと。サルさん、おはよう。じゃあ行ってみますね。こんな縁できてる。痛い。さあ、時刻は8時を回っております。宜野湾市旧な宜野湾ヒルズ通り沿いにあります。FM 宜野湾のスタジオから、モーニング8月曜日担当、がねこまよが生放送でお届けしております。この番組では皆様からのリクエストやメッセージを募集しています。今日のメールのテーマは、あなたの好きな味噌汁の具材です。メールアドレスは 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com までよろしくお願いいたします。また FM ギノワンではユーストリーム、ツイキャスで映像と音声をネット配信してます。またサイマル放送もやっております。アプリリスンラジオや FM ギノワンのホームページから見たり聞いたりできますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動しております。たくさんツイートよろしくお願いいたします。この後のモーニングエイトでは、お天気、そして道路交通情報、そして、マヨのフェイバリットソングズオンマンデーですね。今日までです。ペンタトニックス特集をしております。そして、メール、メッセージボックス、皆様からのメールを紹介します。そして、突撃、あなたの朝ごはん教えてのコーナーです。今日は、多分、覚えてるであろう。昨日ですね、その方にちょっと酔っ払ったまま話をしてしまったんですけれども、多分今日電話がかかってくることを分かっていると思います。分かんない。立ってくれますように。さあ、じゃあですね、最後まで皆さんぜひぜひお楽しみください。よろしくお願いいたします。さあ、ではですね、メール紹介していきましょうね。この方のメールいきたいと思います。おはよう、まよう、うちに皆さん。牛乳屋のひふみです。ごっくんちょ。土曜日は仕事サボって劇団ビーチロックの沖縄シンデレラスプルースで劇場を見て、その後映画キングコング見て、日曜はその分仕事が鬼忙しかった。土曜日いいですね。演劇とそして映画。最高じゃないですか。確かこのね、劇団ビーチロックさんのチラシ、ここにも多分あったと思うね。ありましたよね。見ました、見ました。どんなでしたかね、ひふみさん。楽しかったですか？まよ、仕事サボるなよって。大丈夫、頑張る。してから好きな味噌汁の具は、薄めに切ったじゃがいもとわかめ。だしは固有名でお願いします。安静、本日もよろしく、ごっくんちょ、ひやみかち東北、ひやみかち九州です。ありがとうございました。だしは固有名わかります。ですね、私の母が非常に味薄いんですよ、味噌汁の。そう、もうとっても薄いの。びっくりするぐらい。風邪ひいた時はいいぐらいな味なんですけど、私がだからその反動なんだぜ。すっごい固有名で作るので、そうそうそう。よくね、私が作ったら、ああ今日も濃いけど美味しいっては言ってくれますが、ね、味濃いめの方が美味しいですよね。まあ個人的な意見です。じゃがいも美味しい、わかる。わかる、わかる、美味しいです。しかもね、やっぱ定番わかめね、外せないですよね。お腹すきます。さあ、ではですね、そんなひふみさんからのリクエスト曲参りたいと思います。ひふみさんからのリクエスト曲、リチャード・マークスで、Right Here Waiting です。どうぞ。今、はい、あ、もう終わったか、昨日で、ね、BFS で絵本展やってるの分かる。キングコングの、あ、分かります。あ、昨日で終わりなんですか。昨日で終わりだっけ。めっちゃ良かったよ。いた。あー、どうでした。めっちゃ良かった。子供連れて、うん、めっちゃ
ストーリーがもう泣かせるから、無料なんですよね。無料。すごい。だから子供見せたかったわけよ。ああ、そうなんだ。俺というよりは、俺が見たいというよりは。ああ、子供に。そうそう。誰かがフェイスブックなんかに上げてて、絵がすごいですね。超すごい。あ、え、自分で描いてるんですか。わかる。ああ、でもわかる。それはわかんない。いや、ストーリーは。描いてるんじゃない。西の。西の。書いてるんじゃない？すごい。何なの芸人さんって多彩ですね。すごかったよ。行きたかった。まだやってると思ってた。タイムスでも新報でもね、しょっちゅう紹介されてたから。家族サービスしてますねって。あの、みやちゃんオンザビーチ。そうなんですよ。家族サービス。いいパパなんで。ありがとうございます。コンティニューコインもくれましたよ。ヒージャーの味噌汁。ヒージャー汁はあります。でもあれ味噌なんですかね。あ、味噌ですね。は、あれそうなんですか。ちゃんとは見たことない。なんかすまし汁じゃないけど味噌じゃないと思ってた。なんていうの、中身と同じ感じだと思ってました。ああ、いやいや。味噌だったんじゃないかな、白味噌。しかもだと思うよ。マジ？分かる方分かります皆さん。あの、最近さ、俺が知ったかしてこう言うさね、したらみんな違うよって言うから。そう、ではどんどん訂正しなきゃ。でも白味噌だった気がするけどな。あんまり俺も好きじゃないから食べないわけ。あ、そうなんだ。なんだ、どっちなんだろう。好きな人好きですよね。この飲んだ後とかの締めでヒージャー汁っていう団体に1回だけ出会ったことがあって、そうだってしか思わなかった。しかもみんなあれですよ、25、6の。いやー、若い、しかも現場の、友達の友達で、その時一緒になんかご飯を食べてたんですよ。でしたら、そこにいたその男の人たちみんな生きよった。食べに。すごいな。あ、本当にイケイケ。髪の毛の色とかもピンクとか緑とか。そんだけの。そんな人と合コンすんな。合コンしたことないです。本当に合コンはできない。お酒が出る場所でも座れないんです私。そうね。男女がいてお酒が出る場所行けないんです。だから飲み会とか苦手な人なんです。一回見たことない。FM ギドーの2次会ぐらい。あ、意味があるかな。本当になんかできないわけ。なんで？わかんない。なんかあんまし好きじゃない。デートもダメなの？ん？デートで飲むのもダメだっけ？そもそも私が飲まないから相手が飲まないの。あ、飲まないの？好きですけど、うん。すぐ変わるんです声が。ああ、飲んだら。そう、だから飲めなくて年に2回ぐらい飲んでも1回2回とか。飲んだら止まらないです。かわいそうだね、好きなのにね。ん？かわいそうだね。うん。でもそこまでなんか飲まないと生きていけないではないかな。美味しさは知ってて、だからなんか超嫌な時あったらありえんぐらい飲んでる。うわぁ、やばいですよね。やばい。そうなの。そう、去年はもう6月で日本酒を何回か飲む機会があったから、もう二度と飲まないって決めた。結構飲んでるし。そうなのよ。おじいの湯船はまずそう。どういう意味、どういう意味。汚い。やめて、そういう話。あ、はい、ありがとうございました。またね。じゃあ、さあ、時刻は間もなく8時9分を回ろうとしております。79.7MHz FM ギノワンよりお天気、道路交通情報をお伝えいたします。まずは沖縄地方のお天気からです。3月27日月曜日、今日のお天気は晴れです。風が北の風、やや強く、波が3メートルのち 2.5 メートルとなっております。降水確率なんですけれども、今日はですね、日中を通して 0% です。非常に私にとっては嬉しい
嬉しい数字でございます。さあ日中の最高気温21度となっております。でもですね、沖縄は冷たい風が吹きますので、羽織るものも1枚持っていってもいいんじゃないかなと思います。続いて交通情報をお伝えいたします。まずは沖縄自動車道からです。沖縄の上りと下り金インターチェンジ付近では工事の対面通行となっています。沖縄道上りと下りです。金インターチェンジ付近では工事のため対面通行となっています。その影響だと思うんですけれども、沖縄道下り金インターチェンジ付近では、渋滞が見られています。沖縄道下りです。金インターチェンジ付近では一部渋滞が見られています。沖縄道上りです。金インターチェンジ、こちら工事のため、規制中となっているところもありますね。対面通行もあるんですけれども、上りのみ、規制がかかっている部分もあります。そして、同じく、また工事で、追い越し車線が規制されている場所があります。沖縄道上りです。夜間インターチェンジから石川インターチェンジにかけて、工事のため追い越し車線が規制されています。沖縄道上り、夜間インターチェンジから石川インターチェンジにかけて、工事のため追い越し車線が規制されています。その他はスムーズに流れておりますので、皆さん安全でよろしくお願いいたします。さあ、続いては一般道の情報です。先ほどですね、お伝えしました、宜野湾市大島交差点から牧港まで長い渋滞見られていたんですけれども、すべて解消しました。でもですね、反対方向なんですよ。国道58号線北行き、今度は北行きです。浦添市ぐすくまから牧港にかけて一部渋滞が見られています。国道58号線北行きです。浦添市ぐすくまから牧港にかけて一部渋滞が見られています。そして宜野湾バイパスでも長い渋滞見られております。混雑もその他見られ始めました。皆さん、多分急ぐ時間帯だと思うんですけれども、ね、ゆっくり安全運転が一番事故を招かない防止になりますので、引き続き安全運転よろしくお願いいたします。以上、沖縄地方のお天気そして道路交通情報をお伝えいたしました。何の日行こうか。何の日。何の日行った後、はい、曲行きましょう。はいはいはい、モンキーマジック OK Is this love OK。 さあ続いては今日は何の日のコーナーをお届けいたします。まずは沖縄手帳からご紹介いたします。3月27日月曜日、今日は旧暦の2月30日です。潮の満ち引きなんですけれども、満潮が夕方6時55分、干潮がお昼12時54分となっております。今日はですね、1945年の今日、米軍渡嘉敷、米軍が、アメリカ軍がですね、渡嘉敷島に上陸したのが今日だったみたいですね。そして今日は仏壇の日。なんでだろう、仏壇、仏壇の日だそうです。そして桜の日。日本桜の会が1992年に、今日が桜の会という、桜の日というふうに決めたそうです。そして誕生花が巾着草で、花言葉が援助だそうですよ。以上、今日は何の日のコーナーをお届けいたしました。さあ、ここで一曲お届けいたします。モンキーマジックで Is this love です。どうぞ。はじめまして、ヒーハーさんでいいのかな。やっさん、おはようございます。ご飯のおし、ね、これ曲明けでメール。はい。マキです。サクハナオシ。サクハナって何ですか。アイドルかな。アイドルじゃない。前押しになってくださいって言われた。 AKB がそうでしたよね。講座の時にかっちゃんが前押し一時期ね
すぐなくなったけど。オッケー、じゃあジュピターで。ジュピター？平原彩香。お、リクエスト来てるんですか。作花さん。あ、今来た、本当だ。彩香さん昨日会ったかな。へえ。どこで会うんですか。ねえ、どこで会うんですか。超好きです。俺もいいですよね。うん、意外と暗い曲でしたね。明るいと思った。新曲なんですよこの曲。うん、なんだよ。ジュピター？違います、あの今かかってる。あ、これ、はい、うん、昨夜の花。昨夜の花、なんだろう。昨夜の花って昨夜の花、ね、昨夜の花って何ですか。検索したけど出てこない。あ、そう、うん、じゃあ調べてみようか。咲く花、咲く花で出るかな。本当だね、出ないよね。全然出ないけど。咲く夜の花出ないってあり得る。で、何ですか。すごいね。あ、大阪のアイドル。へえ。え、もっとね、大阪のアイドルだったらいっぱい出してから人気にさせて。ウィキペディアって誰でもいじれるんですか。うん、やっちゃって、ヒーハーさん。ウィキペディアいじって咲く花って検索した人がヒットするように。うわー、出ないってあるんだね、すげえな。すごいね。だけどファンがいるってことはね。え、ねえ、いいですね。ネットの影響を受けてないんですよってことは。まあ、なんかネット見て可愛いなとか、ね、ネット見てからのその現地じゃなくて、うんうん、人を集められるってことでしょ、ネットを通さず。わあ、すげえ。高校生が優勝したんですよ、この間のダンスフェスティバル。うん、ボディーパーカッションから始まるんです。どうなっちゃう。もう全員で、もうできないなんかババババババみたいな。赤い手袋で、その手袋の音で音作って、すごいな。めっちゃかっこよかった。見てみた。すごかったです。フェニックスっていう。鳥肌もんじゃないか、それは。鳥肌もんですね。え、はい、すげえ。見てみた、うん、やってみて。まあよ、そうですね。完璧にしてから、うん、練習してやってみて。あ、わかった、やってみる。マジでできそうじゃん。ショールームハイス、へー、さあ、それではメールをお届けしていきますよ。この方からです。大城智也です。パックンチョ。マヨ山内さん、おはようございます。カット。3月最後の月曜日だね。本当です。早いですよ。あっという間。もうすぐ4月。出会いの季節。4月からもよろしくね。好きな味噌汁の具材、ズバリわかめ。味噌汁大好きですと来ております。ありがとうございます。そうですね。春って言ったら、ね、ほら、新学期とか、もう高校ね、入学、中学校入学とか、もういろいろ全てが始まるスタートの季節というか時期で、ほんと出会いの季節だなと私いつも思います。でも、だからこそ、なんていうのかな、寂しくなったりもするのが4月かなって思ったり。ね、今までいた自分のこの居場所から一回離れてとかも多いので、なんですけれども、ともやさん、今月、4月も、あ、4月、来月か。来月もどうぞよろしくお願いしますね。ありがとうございました。さあ、どん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 なんかメールが来てますので、紹介していきましょうね。まよ、おはよう、部中、山ちん、山ちん、おはよう、エコザイルですよ。好きな味噌汁の具材、しじみ、わかめと豆腐とかかな。あと、ポーク入ったのとか、たて汁、かちゅう油、かちゅう汁のこと？そう。あー、風邪ひいた時に絶対飲む。わかるよ。もういいね。この縦汁、カチュー汁は、都味噌で作ると美味しい。都にも都のお味噌ってあるんですか？うん。そこで作ってる。オリジナルの？うん。はぁ、いいですね。どう味が違うのか教えていただきたいです。ぜひ、よろしくお願いします。さて、まあ、ようかな仕事頑張って、のっちゅうもらって頑張りますかね。じゃあ、後からやーということで来ておりました。ありがとうございました、エコさん。じゃあ、
あのいつかまた味噌汁のあの宮古の味噌の味も教えてくださいね。ありがとうございました。頑張ってくださいちゃんとやるよお前は、求められたことは違うかさあもう一ついけます。よい子のみんな、こんにちは。サウルお兄さんだよ、ルン。ありがとうございます。好きな味噌汁の具材。あのね、サウルお兄さんのね、好きな味噌汁の具材はね、豆腐もいいな、もやしもいいな、わかめもいいな、人間っていいな、と来てます。最終的に人間ね。FM 議論っていいな、地球っていいな、終わり。ありがとうございます。もやし、そういえばいなかったですね。まだメールで、ね、もやし確かにいい、もやし何にでも合う、もういいよあれは。あの玉ねぎって方もそうそうそう、コメントフェイスブックのコメントでいて、もやしとか玉ねぎってあの味噌汁の甘みを出すから私すっごい大好きです。いいですね。あのね、朝からご飯の話をやめようと思ったんですよ、前回お腹があまりにもなりすぎて。わかります、うん、でもやっぱりやらないと。そう、そうなんです。今日は皆さん、あの、美味しいお味噌汁召し上がってくださいね。さあ、ここで一曲お届けいたします。銀のトロンボーンさんからのリクエストです。ジンギスカンで、曲名もジンギスカンです。どうぞ。トモヤさんがいっぱいメールを送ってくれたんだ。ヒージャー汁。おー、好きなの？そのキス大好きですって。あ、本当に？あれでもエコさん、エコザイル宛てなんだよ。ごめんね。ヨモチさんが履いてる。履いてる。なんか履いてる。え？あ、履いてるね。履いてると思った。履いてる。ヨモチさんが履いてる。何を履いてるの？ミスチル、週末食べ過ぎたから余計に文字あ、さっきさ、なんか訂正みたいなの来て、咲夜この花ってそれで検索したらじゃあ出てくるかもね。ラブストーリーは突然に、ありがとうございます。おはようございます。ボディーパーカッションといえば大阪名物パチパチパンチのトリッキーってのかな。何やってたんですかその方が。わからないんだ。わかんないです。島木常人。あ、島木なんか、あのね、目悪すぎて。あ、本当だ、島木だ、鳥に見えた。あ、いっぱい出るよ、咲夜この花。そうなんだ。じゃあ見てみようっとわかんないです、その島木さんって方誰ですか。島木常人、パチパチパンチと、何だった、うん、カンカンヘッドだっけ。カンカンヘッド、カンカンヘッドでしたよ、ね、銀座カンカン娘。カンカンヘッドって言った。間違えたのかなと思って灰皿をカン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 やるわけ。あ、ともに、うん、うそドラム、ドラム缶とかで。これボディパッカーションって言います。ボディパッカーション一応体使ってるから。そうそう、見事なボディパッカーション。すごい、命がけじゃん。あ、かわいいね。かわいいね。超アイドル。かわいい。ポコポコヘッドもあります。あ、ポコポコヘッドだ。カンカンヘッドじゃない、ポコポコヘッド。なんかさっき言った、あれ。あ、灰皿とかで。これ、潰れる、灰皿。潰れる。うわー、ダメよ、脳細胞死んじゃう。危ない。ジンギスカーン。じゃあ CM 行って。はい。電話？電話。あ、オッケーオッケー。あ、いいんですか CM？ そのままいけるんですか？猫。あ、なんていうの？今4分じゃないですかあと。うん。一回じゃあ CM してその分長くなるってこと？うん。オッケー。よいしょ。じゃあ電話しましょうか。はいはい。これどっちかやる？自分の携帯から。あー、嫌だ。こっちから入れたいです。じゃあ。はい。一回ちょっと取って、ね、入れてもらって。こっち？うん、全部。全部？これちょっと、そんなしないとたまにザーザーなわけ。これでいいのか。あ、そっか。じゃん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 。
やってみてって。ポコポコヘッドな。いいよ。あとでね。ポコ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 って。うん。本当に。でも山内さんもさ、脳細胞やばいから。あ、これ以上減らしたらね。そうそう。そうなんだよ、もう。みんな守りに入ろう。山内さん。ね、山内さん。そうですよ。脳細胞って復活しないんですか？してるみたいよ。一応あれはしてる。なんか物忘れとか思い出さないと脳細胞死ぬよって言うじゃないですか、うんうん、逆にあれ思い出さない方がいいって聞いたりもします。いや、思い出した方がいいって。やっぱそうなの、うん、なんか無理に思い出したらそれこそやばいって聞きました。いやいやいや。あ、そうですか。それがあれだよ、多分マヤの脳細胞を消そうとする陰謀だよ。それ言うとのお母さんなんだけど。やべえ、やべえ、余計バカにしようとしてるよ。ダメよ。お母さん。マジか。いいえ、いつもありがとうございます。銀トロさん。ん？あ、リクエスト曲？だからよ、ありがとうございます。こちら。なくてごめんなさい。山内さん、誰か分かるかな、このコメントする人で。え、あ、分からんしよ。え、AKB さんじゃないよね。ん、 AKB さんじゃないよね。 AKB さんなの。あ、分かんない、大阪でしょ、しかも。だから神戸、あ、神戸じゃない、兵庫だから。分かんない、無理にそう言って違かったのね、あれだから。あ、ジージーしてよっしゃ。わかる今。大丈夫、今。行くさあ、突撃、あなたの朝ごはん教えてのコーナーです。このコーナーではパーソナリティがあなたに直接電話をかけて、今日の朝ごはんを教えてもらおうという、そういうコーナーになっております。早速、電話つないでいきますね。取りますかね。今日メール来てるかな、その人から。はい、おはよう。あ、おはよう、モーミーさん。はいはい、モーミーさん。うん、どうや。そうだよ。なんでね、あんなに朝早くから。なんで、モーミーさん、今日の、なんだと思う？今電話してるの。うん。夕飯。夕飯じゃない、惜しい、惜しい、朝ごはん。うん、朝ごはん、はい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 。ご近所、はい。だから、モーミーさん、大丈夫？あの、二日酔いとかしてない？うん。何？これもう今、生放送です。昨日昨日デジやったの、チボルやる。だから今日、あっさりしたのを食べてるわけさ。あ、そうなんだ。何を召し上がったんですか？あ、待って、それこれ聞け。だ、待ってよ。今日、朝ご飯作るって、炊飯器開けたから、あれだけど、いい色になってるわけよ。え？ご飯が、ご飯がパチラしてから、いい色になってた。いや、ええ。お願い。いつ食べたやつ、それ。マヤの地元の、うん、だから、マヤの地元の、そんなに来てから、朝ご飯食べてるわけさ。嘘。うん、どこで？うん、ほんと近くにいるよ。あ、モーミーさん、うん、今メール見たよ。書いてるね。あ、いい、リンちゃん弁当。どこにいる？はいはいはい、モーミーさん超近いさ、うん、私のもう、うん、地元。地元超近い。でもこっちの母ちゃん前は分からんよ。あ、でもあのね、そうかもしれない、この、うん、急なって広いから全然合わないの、人と。はい、そう、私も一回、小学生の時一回りんちゃん弁当行ったことある。へえー、すごい。どんな具材が入ってるんですか、りんちゃん弁当今日は。あっし、いろんなの弁当見たらよ、もうこれ朝からとんかつからすごい、うん、あいや焼肉からチキンからよ。あっさりしてないよ、全然。あそこと今日あの2日目だからあっさりしたカレーライス食べた。おみーさん、モミさんの中でカレーはあっさりなの。あ、チキンもね、チキンも。あっさりよ。元気ですね、本当にね。頭はガンガンしてないですか？大丈夫？あ、だからよ。大丈夫ですか？今日もモミさんの。あ、はじるかガンガンさわん。何？なんて？もう一回、もう一回、なんて言ったの？モミさん、もう一回言ってください。はじるぐらい頭ガンガンしてる。大丈夫、もうなってるから。もう。モーミーさん、予定しなきゃ。お後から目越しようや。はい、かわいいかわいいしてね。大好きでしょ、お前のこと。かわいいかわいいしてね、モーミーさんね。あ、興味は。じゃあ今日の、
今日の朝ごはんは、うん、あっさりしたカレーライスと、はい、スパゲティとチキン2個。あっせー、おめえかい。これもうお昼食べちゃダメだよ、モーミーさん。もうカロリーがやばいと思う。おかしい。でもこれだけ食べないとね、エネルギーがね、はいはい、人間はいつか死ぬのに美味しいの食べないとや。そう、まあ言ってること間違いではない気もするけど、ダメ、なんかつられそう、それに。ダメ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 よ、あの野菜もちゃんと食べてね、もみさんね、うんうん、はい、うんうんって言ってるけど。かわいい。あ、目のちい野菜食べてるよ、ちゃんと。あ、そうなんですか。カールちゃんと一緒に。あ、草食べてるの。キラキラカールちゃんと。うん、私がね、以前あげたよね、餌ね。え、前の電話、電話をとチキン買ってくるよ。いいよ、いいよ、大丈夫。僕、炎上さっきやい。じゃあ、水曜日もらいに行くね。フリムラジオに遊びに行くよ、また。じゃあ、水曜日、私にチキンください。待ってます。はい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 。ハッサンも、うん、じゃあ、うん、もみさんのメールも生コーチちょんで、ね、ってはいはい、遠慮さんきや、うん、分かった、遠慮しない、水曜日にちょうだい。あー、呼んで。おかしい、なんか時差ない、はい、この電話大丈夫、はいはい、はいはい、じゃあね、またありがとうございました。はいはい、はいはい、あとからやるし、はい、うん、はいはいはい、はい、ありがとうございました、もみさん、失礼します。あ、切られた。でちゃおかしい。ハッサビオ、じゃあ今からもみさんのね、またメール読んでいきたいんですけれども、今日の朝ごはんはあのお酒昨日飲まれてあっさりしたものを召し上がったそうです。カレー、スパゲッティ、チキン2個、りんちゃん弁当で召し上がったそうですよ。こっちサビタン、歌手みたい。どうぞ。一緒にデビューします。いやです。なんでボイスパーカッション、ボディーパーカッション。あ、オッケーオッケー、いいよ。歌。あ、これあと紹介しよう。オッケー、任して。白原彩香、これって誰がとか言わなくていいですか。リクエスト誰だっけ、忘れてさ。花木な、咲花さん、ヒーハーさんね。ヒーハーさんって呼んでるのか。本当に衛星中継してるみたいにすごかったです。さすがモーミーさん。ちょっと死に近いからね。あ、そう、このカーブ曲がったら次です。 あそこ、あの信号のところ。美味しいの。あっち、あ、でもちっちゃい時食べたんですけど、でも美味しいです。あっちずっとやってます。朝からずっと空いてる。でも確かにあのいつもこうなんていうんですか、工事さんのお兄さんたちが出入りしてから量が半端ない。すごかったです。休校かな。あ、アルパカちゃんだよって聞いたことある。写真とかで覚えてる。丁寧に損したな、もみさん。あ、何、もみさん似てるんですか、その島木さんだけ。あ、朝は一応5時なんだ、5時でも羽笛はやめように、誰なんですか。お腹鳴った、ほら、天童、天童さん、天童さん、しておいて。夢を失うよりも、朝からもみさん、本当によ。からサウナさん、私も思ったんです、変なこと言わないように超願ってて、しまいとか言ってほしかったな、なんかな、うそ、うん、面白かったな。まあそれはフリムーンだけで。そうだね、そうだね。もうすごいからね、もみさんね、容赦ないもん、面白いな。ハブエはやめてって、ハブエでした、さっき。しょっちゅう言われる。ハブエできないの、やって。出ないわけ、音が。あれは指笛。指笛はできないです。うん、なんかこれでできるのかっこいいなと思う。やってば。できない、本当に。じゃあまずやってば。やだ。
手洗いたいです。したらうわ今日できん、うん、終わった後、うん、終わった後あこれやったって言ったよね。そう、はいはい、うん、で山内さんの次に、うん、やったー山内さんの次にうまいってありがとうございます。臭くなるかな指だ。いやそこまでは、そこまではまだ大丈夫です。いや普通に臭くなる子供でもじゃあなんかさ、そういう火によって変わるんじゃない。え、そうなのそうなの。え、だと思いますよ。いやいやいや、たまにチェックしてみて。今日もそうでもない人が絶対あるから。いやだ、自分の臭いの嫌だ。汚い。あ、うちのハゲチャビンが大変。いやいや、もうとんでもないです。ハゲチャビンとか大好きだから私、本当に。なあ、大海さんも面白いよ。すごいね、このラジオ。フリーメンの人たちでできてるもんですよ。エコさんにもかけたことあるし。このダンサーズさん、あ、前かけたっけ。ダンサーズさんはかけてない。かけたら、ありがとうございます。あの、だからね、あ、そしてイケペイさんにもかけたい。ダンサーズさんってお仕事ですか、この時間。一周したら、一周。そうだね、うん、みそさんにもかけて、あ、そうだよ、王子にかけたさ、滑りマンにもかけたから、今度は名古屋のダンサーズさんとみそにこみすきーさんとイケペーさんとホワイティーさんと骨折さんとかもどうなんだろうね。あとはもうみんなとりあえず経験したのでその言い方やめてもらって。なんでですか。とりあえず経験したので。とりあえず経験したので、うん、違います。あ、違います。出演してもらったので。出演してもらったので、はい、あ、言い方が誤解を招きますね。誤解を招きますね。すいません。とりあえず一通りみたいなことはやめてもらっていいですか。はい、すいませんでした。マネージャーとしてマネージャーですか。ありがとうございます。山沢、山…違うな、やばいダンサーズさん、いつか時間あるときにいいですか、かけても。ねえ、本当に、うん、いいんじゃない、名古屋。名古屋のあのがっつりした飯を紹介してもらおう。あ、いいですね。明日の手羽先、あの、あ、私手羽先、名古屋のものしか食べれないんです。朝のモーミー、モーニー、モーニーさん、いくよ。はい、さあ、お届けしたのは平原彩香さんでジュピターでした。はい、ペンタトニックスのこと聞いてないな。やさ、今あれで渡します。メールやってから。うん、やります。な、はい、メールやってからやろうか。はい、ありがとうございます。さあ、ここでですね、メールの紹介をしていきたいと思います。先ほど電話に出てくださいましたモーミーさんから、はい、さいまよこモーミー IBC が味噌汁の具な、シンプルに空が、まよこが空がんりわからん、若いがや空が、英語で言ったら卵にうちな口では空がっていうわけよ。あ、モーミーモーミーさん来たよあ、なに、カールちゃんのタオル、カールちゃんのタオル、やったー、兄ちゃん弁当のかちゃん、兄ちゃん、うっそー、やったー、差し入れ来たー、ごちそうさまです。うん、もみさん、ありがとう。じゃあ、うん、あ、そうだ、カツラ会に行ってくる、分かったじゃあ、ふさふさになってきてね、バイバイありがとう、ごちそうさまです。やばい、初めてよ、こういうのも。ありがとうございました。クーガっていうわけね、卵。アンシが、真横を行ったお家の近くのリンちゃん弁当をねえねえにクーガって、わかるかんり聞いたら、うん、わかるよこれは、言っていいの？いいよ。金、ゴールドの、どう言っていいかわかる。こんな恥ずかしいことしたらさ、余計わかる。自分で自分のハードルをね。ママ、あの、あれでしょって。金の卵でしょ、オンリー。アビータン。ギノワの女の人は怖いね。私は言いませんよ、その一言は。はい。
あの女性にはないものですよね。はい、真横おうちなぐちで食う側卵のこと。〇〇はふぐい、覚えとけよ。もうふぐいで言えば分かりますよね、皆さんね。これはもう恥ずかしくない方言だから。なんかちっちゃい時から言ってるその言葉はちょっと恥ずかしいです、やっぱり。お昼の番組で山内さんに言ってもらいます。ありがとうございました。オービーさん、電車行ける。さあ、もう一つです。ここ沖縄でもまだ寒さの残る3月ですか？と、いただきましたのは、今日も岡品銀のトロンボーンさんです。皆々様、お体の具合はいかがでしょうか。これからもご自身のお体をご自愛ください。今日も可愛いがねこまよし、ミキサーの山内氏、おはようございますと来てます。ありがとうございます。さて今日のメールのテーマ、あなたの好きな味噌汁の具。やっぱり沖縄味噌汁で豚の三枚肉が好きですね。家で作るのでこれも豚肉。どこの部位かわからないけど、つゆに煮込んでも、味も抜けなくて柔らかい赤肉と来ております。確かに豚肉は何にでも合いますもんね。チャンプルーでも OK。もちろんね、お味噌汁にも入れても OK。本当に何でも美味しいです。本当にね。いやー、お腹すく。もみさんからいただいたね、お弁当で後でちょっと腹ごしらえをしたいんですけど。やばい、さっきお腹の、音が鳴りやまないです。恥ずかしいですね。じゃあここで一曲お届けいたします。メジャーレーザーフィーチャームでリーオンです。どうぞ。これメジャーレーザーフューチャリングムーン。あー、オッケー、ごめんなさい。あ、これってこの流したやつじゃん。2週間前にペンタトニックスで流した気がする。リンオンだよ。それの前？いや、それが個人的に聞いたのかな。多分そうじゃない。これやってるの、ペンタトニックスが。本当、超かっこいいですよ。超かっこいいじゃない。オーエーオーオーって。じゃあそれ流す？うん。今日。うん。同じ曲でいいんですか？ねえ。あ、聞いてみたいでも。本当？じゃあ比べてみてっつって。俺です。こういう機会ないですもんね。本当？うん、あ、じゃあ声流しましょう。リーオンね。初めて歌ってる人の名前知りました。しかもこのさ、うん、あれなんだっけ、このメジャーレーザーとさ、デジいいから、へえ、いいな。初めて。この人たち他に何歌ってるんですか。ごめん、自分で調べてね。はい。じゃあ分からないんだよ。あ、分からないんじゃない、いっぱいって感じ、いいのが、うん、わからん。なんていっぱいあるから、メジャーレーザー。あ、この人たちのいい歌が、うん、うん、いろんな人とこの人コラボしてるわけ。あ、そうなんだ、うん、一人でこの人団体、女の人出ますよね。あのPV は知ってる。あれもある、なんだメジャーレーザー親は、うん、アリアナグランデとかも、うん、でもコラボしてる多分。へえ、マジで検索します。この曲が大好き。じゃあリーオンね。うん、なんでこの曲好きなの。リーオンって言わん。曲名分かんなかった。曲名分からなかった。うん、ズンバでやってるんです、この曲で。うん、これでどんなやってズンバでやるの。なんかこれは足ずっとこうやってあげたりとかも。きつそうだな。え、きついきつい。そう、これなんかこんなとき、うん、きつい。マジでこれ、おっさんだったら気持ち悪い。あ、たぶんそう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 、気持ち悪くないですよ。ほんと？うん。じゃあマヨの火曜劇場だっけ。そう、火曜劇場ならぬ月曜、月曜劇場。月曜劇場、はい名前変わるよ。 OK、マヨのフェイバリットソングズオンマンデーのコーナーに行きますよ。今月はペンタトニックス特集です。アカペラグループの、ペンタトニックスの曲をですね、たくさん今月流したんですけれども、今日何かけようかなと思って、そう、曲、あ、これにしたいなーなんて探してたら、今さっき、本当に今さっき流れてた、
リオン、この曲をなんとペンタトニックスも歌ってるんですよ。で、山内さんがどっちも好きってことなので、ペンタトニックスも先ほどのメジャーレーザー合ってるさんたちも好きということなので、そう、じゃあ同じくリオンをもう一度流してみようと思います。こういうことね、今までやったことないんですけど、初です。ですね、アカペラなんですけど、まず聞いてっつって、そうそうそう、アカペラなのよ。本当楽器一切使ってないので、今日までですよ、ペンタトニックスの特集をするのは。絶対皆さん聞いていただきたいと思います。で、もちろんこのペンタトニックスバージョンなので、アレンジもいろいろ加えられています。そういった部分もですね、ちょっと聞いていただきたい、耳を傾けていただきたいと思います。それではもう一度同じ曲ですが、今度はアカペラバージョンです。ペンタトニックスバージョンでリオンです。聞いてください。全然違う。これ本当聞いてほしいわ。すごいですよね。エピカニックスでペンタトニックスです。あ、そうさ、聞いてこれ本当すごいよ。声だけ、声だけ本当にブンブンブンってのベース信じられんから本当に。特集っていうか、かけたいのがいっぱいあるから。この踊りはあれでしょ、マドンナでしょ、悪道静香でしょ、これ、うん、じゃない、こうここをこうするパクってる、パクってるな。でも、工藤静香が先だね、じゃん。だからさ、すごいね、このブンブンブンって言ってるんでしょ、きっと。これすごい、やっぱりベースの人の音もあるから、多分余計厚みが。このリズムもでしょ、ズッキンっていう、もうありえないわ。超かっこいいんですけど、これすごいよね。このボーカルの声高い男の人いるじゃないですか、めっちゃいじめられたらしいですね、学生の時。声が高いって言って超いじめられてたけど、そのいじめられたもので今世界にも有名になってるけど、めっちゃかっこいい。ズンズンパズンズンパ、ジクシンジクシン、やーって言ってんのかな、口でまさかのズンズンパ。文字にしたらなんかウケる。じゃあメールを、はい、ズババンと、はいはい、あとはさ、OK、で最後かっちゃんの歌でエンディングにするから。かっちゃんの歌、あ、かっちゃんのリクエストあるから、あ、切るんですか、うん、OK です、はい、さあメールを紹介します。まーよー、山内さん、おはようございます。ムーネーです。おお、初めてです、このここにメールをくれたのは。Facebook でのやり取りは結構あったりしてたんですけど、ありがとうございます。なんという綺麗な朝日なんでしょう。さあ、味噌汁の具、私は断然豆腐とわかめ、もしくは納豆です。え、なんと納豆は私の父と一緒、納豆出すでしょ、おかずに味噌汁に入れちゃうの。でも美味しいらしいですよ。納豆食べれます？食べれる。あ、じゃあ納豆食べれるけど味噌汁にはさすがに。もう嫌だ。もう嫌だ。私やったことないから何とも言えないんですけど、美味しいらしいですね。というのも、私納豆が大好きなんです。納豆を食べるときは、
半熟スクランブルエッグを納豆丼にして食べるんですけど、これとわかめが本当に相性抜群。そして今すぐお腹を満たしたいときは納豆がいい。まあ納豆、豆腐、味噌と、大豆製品ですから、体にはいいですよね。さあ3月ラスト5日間、皆様にとって何かいいことがありますように。ハブアナイスウィークか。ありがとうございます。1週間ね、いい一週間過ごせますように。ありがとうございました。納豆すごいよ、ムーネーさん本当に大豆製品大好きなんですね。でもあまり取りすぎも良くないですよ。あのバランスよく取ってくださいね、ぜひ。納豆味噌汁ぜひ、あの私のマネージャー山内さんが試すみたいなのでその感想もね、いつか聞きたいですね。私もいつか試してみます。帰ってでも父と一緒に混ぜ混ぜして食べてみますね。ありがとうございました。さあもう一つです。山ちゃんまよ、リスナーの皆さん、おはまよ。テーマ味噌汁の具。かっちゃんはね、味噌汁の具、なめこに大根、入れる具がないときはそう、小麦粉を丸く固めて大根にして入れる。そう、本当に小麦粉って、え、小麦粉だよ。小麦粉ってなるのそう、団子になるの？美味しいよって。へえ、そうなんだ。はあ、山ちゃん前を整いました。はい、味噌汁とかけまして知識と解きます。その心はどちらも汁物です。汁物です。汁物です。なるほど、ありがとうございます。さすがですね。リクエスト味噌汁の歌、何ですかこれ。千正夫さん、うん、へーっていう方の味噌汁の歌っていうのがあるんですね。ほう、わかりました。ありがとうございます。恋するかっちゃんさんからいただきました。いや、私もう味噌汁の具の前に小麦粉を丸く固めたら団子になるっていうのがびっくり。なんで？だって団子ってあれじゃないの？あれは餅か。は、あのほら片栗粉じゃなくて、なんだ、団子作るのがあるじゃないですか。米粉じゃない、薄力粉、うん、もういい、あの小麦粉でならないと思ってました。そうなんですね。へえ、なんかもう全然もうそこにしか今意識がいってない。味噌汁、まあそうですね、なめこ大根、あ、美味しいですとりあえず小麦粉、そして今日納豆菌になりましたありがとうございます。そしてですね、先週、私、何やるって話したじゃないですか。先週の月曜日祝日だったから、ズンバのチラシ配り行ってきますって。300枚配り歩いたんですよ。急な。そしたら、一応反響ありましたね。そのチラシ、私のこのお仕事用の番号も載せてて。で、こっちに連絡して来てくださいって形で、もう呼び込みをしてるんですけど、電話もかかってきたし、チラシ、前回配ったのを、たまたまね、そのタイミングで、21日か、先週の火曜日、今日から通いたいんですけど、って言って、その方は、別のダンスを習ってる方で、タシチアンダンスを習ってる方で、タシチアンとは違ってすっごい汗かきますって言って、また来ますって言ってたんですけど、わけあって、あるマンションとかはそういう郵便物禁止みたいな、やっぱあったんですね。なんでそういうのが書かれていないね、お家へ配って歩いたんですけど、ポスティングさせていただいたんですけど、ぜひこのラジオを聞いて、あ、もしかしてこのチラシかと思った方、ズンバです。ズンバインストラクターしてます、マヨです。ぜひ、気になった方、急な公民館、毎週火曜日夜の8時から9時行っておりますので、予約は受け付けてません。年齢も、何歳でも構わないです。性別も大丈夫です。なんですけれども、ちょっと、安全、夜なので、ちょっと安全を、ちょっと考慮して、8時過ぎたら、鍵は閉めますので、鍵を閉めて、ズンバをして、終わったらまた、ね、皆さんが帰るときにはまた鍵開けてって感じなんですけど、ぜひね、時間間に合わせて、いらしていただきたいと思います。筋肉もつく？筋肉がっつりつきます。本当です。筋肉量とかも測れるので、そう、ぜひぜひいらしていただきたいなと思います。おじさんでも大丈夫？おじさんでも大丈夫です。山内さん、大丈夫です。本当？本当。行くよ、本当に。本当に？来てくださいね。
行くって今言ったから、もう今聞いてくださってる皆さんがね、お腹鳴ってるさっきからやばい。山内さんじゃあ来てね、うん、じゃあその時は証拠写真でも撮って一緒に全部頑張りましょうね、okay. 行かない、山内さん行かないはずよって外で言ってる咲子さんが、うるさいうるさい来てください、ぜひ皆さん。1時間500円です。なんとこれですね、1時間動くと1000キロカロリー落とせるという今話題のズンバですので、新しい趣味を見つけたい方、そしてズンバ踊りが大好きな方ですね、あとダイエット、それこそダイエットしたい方、ぜひぜひよろしくお願いします。いらしてください。どんなしてか、どんな格好は動きやすい格好です。もう本当にジャージで構わないです。で、やっぱ裸足だと靴下とかだと危ないので、室内用運動靴も一緒によろしくお願いします。1時間500円で行っておりますので、急な公民館、すぐ近くの公民館なので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。さあではですね、また来週4月、さあ4月ですよ、来週からなんとモーニング8ですから、モーニング8なので8時から今回からお届けしたいと思います。皆さん7時半にツイキャスつけてもラジオつけても私の声は流れませんよ。来月4月3日からはモーニング8、8時から始まりますので、ぜひぜひその辺、あ、9時半まで、そうそう、9時半まで1時間半です。ぜひぜひよろしくお願いいたします。じゃあ来週楽しみに皆さん待っててくださいね。お届けしたのは月曜日担当がねこまよでした。それではまた来週8時に、バイバイ。めっちゃいいな。さすがだね、かっちゃん、かっちゃん、そして私とのありがとうございました。楽しかったですね。楽しかったです、今日もありがとうございました。僕ね、運動系は本当